伊野方向版伊野線は、高知県高知市の張間や橋停留場と、道県阿川郡伊野町の伊野停留場を結ぶ、土佐電交通の軌道路線である。2014年9月30日までは、土佐電気鉄道により運行されていたが、翌10月1日より同日付で設立された、新会社土佐電交通による運行に移行した。高知市から、 阿川郡井野町にかけて横断する路線。張間や橋、鏡川橋間の市街地区間、鴨部、朝倉駅前間、井野駅前井野間は、平洋軌道、その他は、専用軌道である。鏡川橋井野間は、単線で、途中3カ所に電車が行き違いを行う交換設備があるは2021年から休止中。 ハリマや橋方面から井ノまで向かう在来型電車の先頭部には、菱形赤字板に、井ノ、朝倉駅には同様の形状の根地の板に、朝倉高知大学前、三橋線高知駅前直通便は、菱形赤字板に、高知駅直通便県庁前方面と書かれた方向板が掲げられる。2003年末頃までに、車両の行き先表示が一部を除き LED 化されたが、 その後も方向板を掲示していることが多い。朝倉行きはかつて朝倉のみであったが2006年に高知大学前の副名称が設定され現在の方向板に変わっている。同様にかつては五面線から上町五丁目で折り返す電車も菱形青字に五丁目と書かれた方向板が掲げられていた。なお日本で路面電車が 軍部に乗り入れるのは道路線のみである。大半が、五面線と直通運転を行っており、合わせて、東西線と呼ばれる場合がある。平日は、日中毎時10から11本程度の運行、と休日は、日中毎時8から9本程度の運行である。三橋線直通は、平日朝に、高知駅前発着便、ところどころに三橋通り4丁目発。 三橋車庫前駅の出入庫便がある。伊ノセ三橋線の入庫便は、ハリマや橋に右折線がないため、ハリマや橋で停車した後に交差点北側へ左折し、渡り線を渡って直進で至る。伊ノセ内のみの運用は、早朝、夜間に運行される鏡川橋のの、ホタル橋車庫出入庫系統のみである。伊ノ行出庫系統と、 平日はサラッシュ時の一往復は、単線区間で、続行運転が行われる。全員停留場が、高知県に所在。境町、中野橋通り、上町三丁目、旭町二丁目、鴨節場前、北、山口、塩崎軌道運転規則、第二条に基づき国土交通大臣の許可を得た、方法であり、鉄道統計年報においては、その他の方式とされる。 軌道運転規則における原則的な方法であり、鉄道統計年報においては、スタッフ閉塞式とされる。それまでのタブレットの形は、朝倉八代行き違い場所感が、八代行き違い場所井の感が、であった。ありがとうございます。